さあこちら、昨日の夜くらいに吉田沙織様から僕へ届いたボケてなんですが、何と言ってるんでしょうか。私をネタに随分とボケてくれたわね。年内のうちにお礼参りに行くから覚悟して。正月は来ないわよ。はあ、今年で人生終わりました。核シェルターに逃げてもバレそう。みんな今までありがとう。エンハンスアーマメント、闇の炎。はい、どうも、最近、星野源とガッキーの結婚に戸惑いを隠せない男、カイトでーす。火を潰しておけ。ちょうど暇してたとこだわ。いや、相手が悪すぎた。多分暇つぶしになること持たないだろ。サンドバッグの方がまだいい働きしそう。ただ、こいつはものすごく強いんだけど。おお、強けりゃ強いほど張り合いがあるぞ。ドラえもん、吉田沙織だよ。ジャイアン、やっぱさっきの話はなかったことにしよう。急に弱気。張り合いじゃなくて一方的な殲滅になるね。戦闘力無限、測定不能。矢印の向き間違えんな。比べる方が間違っていたのだ。こんなん比べたら全王がかわいそうだろ。挑戦士 VS 全能神は展開熱いな。私は科学者に吉田沙織の能力を全て逆にして最弱にする装置を作らした。彼の日記はここで終わっている。いや、装置ごと消された。そこは使うまでのことを考えなきゃ。完全に展開がバイオハザード。ハイジャック、この飛行機は俺が乗っ取った。客、キャー、CA。当機には吉田沙織様がご登場なされておりますが、ハイジャック、すみませんでした。いや、いつから飛行機の一部なの。仮に彼女以外全員ハイジャック犯だとしても勝てないわ。吉田様なら走ったり泳いだりの方が早そう。9月3日木曜日、パンを加えながら遅刻遅刻と急ぐ吉田沙織とぶつかった。当たりどころが良かったな。パンがなければ即死だったかも。地球を貫通したんですね。わかります。霊夢、見てくれ、ハッケロを改造してアスパを連射できるようにしたんだ。これで吉田沙織にも勝てる。吉田沙織、私が負けるなんて。霊夢、ダメ。マリサ、知らないの。吉田沙織はやられるごとに10倍強くなるのよ。じゃあ倒せねえじゃん。何そのサイヤ人的なノリ。ワンパンだったわ。生きてる奇跡な。その周りの被害も心配。泥棒100人に聞いた。入るのをためらう家。3位、犬がいる。2位、警備会社のシールが貼ってある。1位、吉田沙織のシールが貼ってある。いや、魔除けシールかよ。どこにそれ売ってた？もう本人じゃなくても効果あるのね。賢者、勇者吉田沙織よ。この扉は力では決して開かぬ。知恵と勇気の試練を突破するのじゃ。扉の周りを壊せばいい。一休さんのトンチか。知恵を使ったパワープレイ。それは彼女だからできる発想。知恵の輪を頭脳で解くか、力で解くか。頭脳で解いてね。それ名前が力の輪になるから。630キロ。それ小枝っていうチョコよね。いや、なわけあるか。がっつり天然の大木だよ。普通の人なら顎張り裂けるぞ。吉田沙織、私が育てました。なんか変な模様浮き出とる。ポケモン殺しそうな電力出しそう。いけ、ピカチュウ。相手のトレーナーに電光石火タックルだ。なんだ、いつものパターンか。吉田沙織のくしゃみで竜巻。事前災害やないかい。毎回竜巻起こるたびあの人疑ってしまう。だがもう力は残っていまい。そうね、もう全宇宙を一瞬で消し去る程度の力しか残ってないわ。いや、それでもすごいわ。一回でいいから本気みたい。逆に全力でどのくらいのレベル。引きこもりの娘が半年ぶりに外に出て、やっぱりお外怖いと泣いて帰ってきました。外で何があった。沙織お姉さんがしばき倒したキングギドラを修造おじいさんがバーベキューにしてた。キングギドラは空気なのか。一生山とかでも暮らしそう。修造もちゃっかり混ざってんじゃねえよ。ふざけてはいけない場所。レベル1、自分の家。レベル65、卒業式。レベル300、お葬式。レベル4500、吉田沙織の家。魔物の巣窟より恐ろしいわ。ふざけるというか、まず近くに行きたくもない。行く前はセーブを忘れずにね。今のは、痛かった。あんたやるわね。あのデコピンで首から上が残ってたやつは初めてよ。じゃあ次の 10% ならどうかしら。やめてあげてください。ワンフォーオールの20代目ならこれくらい強そう。沙織さんはまだ第一形態です。タイトルを少し変えて恐怖を与えてください。沙織様は告らしたい。天才たちの恋愛最終戦争。もうジャンル変わっとる。恋愛アニメから戦闘アニメになったね。てか告白相手誰だよ。速度は重さ。光の速度で蹴られたことはあるかい。蹴ったことならあるよ。まさかの同じ能力者。パクマの身なしでこれはやばいわ。多分食べたら体に風がなくね。もしのび太が湯婆婆に解明されたら、のび太、大。もし吉田沙織が湯婆婆に解明されたら、吉田沙織様。ただの継承呼び、略されてはないね。私の戦闘力は53万です。あなたはいくつですか？なゆた。うん、優しい嘘。もう無限でよくね。単位の数、小学生の時必死に覚えた人います？賛成。仕方ない。苦しい。もう無理。ふざけんな。サザエさん、ドラえもん、吉田沙織絡みのお題投稿禁止。圧倒的な投票数。やっぱみんなボケで投稿したかったんだね。ねえねえ、ドナルド、なんだい？吉田沙織が勝負を仕掛けてきた。
負けイベントかな？今すぐ逃げて。二度とマクドナルド食べれなくなるから。そうだ、勝ち続けることを選んだのだ。私はこのような醜い姿になってまで。打倒吉田沙織だ。一生勝てねえから諦めろ。まず自分との戦闘差を比較しようか。その姿をもってしても小指で負けるよ。驚いたよ、宇宙人とはいえ生身の人間でここまでやるとはね。孫悟空って男はもっと強いわけ？昨日倒したわ。いや、それ主人公なんじゃ。それよりもっと悪役を倒して。主役は今日から吉田沙織に決定。ふざけるなよなぁ。なぁ、許せねえなぁ。鬼殺隊が吉田沙織を連れてきていた。はい、物語終わった。一番序盤から出ちゃいけないキャラナンバーは最強女子五六。女に生まれてよかった。男に生まれたらきっと試合で人を殺してた。可愛い外国人と戦う時は燃えてきますね。あなたの方が可愛いって言うまで攻撃をやめないって。いや、謎のジョジョか。まず言う隙間がないんだよな。逆に可愛いと言われ動揺しちゃった説。対象が何であれ跡形もなく破壊できるでしょう。吉田沙織の分析結果が出た。言い方破壊兵器の別名か。そんなに分析するまでもなかった事実。アッコさん以外はの間違いだろ。マウンテンゴリラ、霊長目人か。中央アフリカのビルンガ山地の森林にわずか650頭ほどしか生存していない絶滅危惧種。木に登ることもできるが、普段は吉田沙織の手下として生きている。いや、全文完全無視。アフリカにも手下いたんすね。そりゃ絶滅危惧種になるわ。忠告だ、今のうちに引き返さねえと1億人の俺の部下どもがお前らを潰すことになる。吉田沙織、その1億人の部下のことならさっき食ったぞ。鬼滅の刃の鬼よりも鬼。鬼物人無惨よりワンチャン食べてそう。アメリカ軍総動員、両手両足を骨折した吉田沙織様。これならさすがにアメリカ軍が勝てるのではないですか？それより骨折した理由を知りたい。多分自分でしかできねえだろ。それかハンデで戦闘を楽しむためか。まあたとえ獅子が使えなくてもレーザーで勝てるんだけど。産後以上使って面白い分にしてください。吉田沙織、シゲル、月面着陸、百均、24時間、呼吸、宇宙、徒歩、タラちゃん、いたずら、テポドン。吉田沙織、テポドンでシゲルにいたずら。いたずらのレベル超絶オーバー。やることの規模でけー。絶縁する前に息の根止められそう。アニメ、ドラマのタイトルの一部を吉田沙織に変えてください。吉田沙織の足元には死体が埋まっている。いや、恐怖でしかない。しっくり来すぎてやばい。きっと多すぎて地層と化してるんだな。マッキー MC205、ベルトロ、イタリア軍が使用した戦闘機、非常に高性能な戦闘機であったが、対吉田沙織戦を想定していなかったため、あまり活躍できなかった。それは誰も想定できねえ。日本の軍事兵器よりも強力だから、破壊神あたり連れてきて時間稼ぎしましょう。レベル1のコナン、怪我人が出る。レベル10のコナン、死人が出る。レベル50のコナン、大量の死人が出る。レベル100。吉田沙織が突き指する。衝撃波で人類滅亡。みんな今すぐ避難所に行くんだ。存在してはいけない生き物だ。っていう人もいましたね。すでに過去形やないか。炭治郎抹殺された。神 60%、 ゴジラ 30%、 ゴリラ 10%。 お気に入りのピザの具がすごい。いや、まともな食べ物一つもねえ。どれを手に入れるルートが難しいな。最初から食用のものを選んで。吉田沙織の血を吸ったか。怪物化しとるやんけ。まず吸えたこと自体が神レベル。吉田沙織の血を吸った割には弱そうだな。緊急速報、吉田沙織さん動物園見学中に誤って空腹のヒグマの檻に入ってしまう。クマ出没注意。訂正、空腹のから空腹のあまり。クマの踊り食いしようとすな。この絵は家だったんですね。なおヒグマを含め全ての生物が捕食された模様。いいよ、私のことを本気にさせて。高校生に挑まれた8歳の頃の吉田沙織。最初期の犠牲者。もうファインティングポーズにしか見えない。高校生のご冥福をお祈りします。女子レスリング、吉田沙織選手27歳など最終形態を披露。やめろ、一体がショートになるぞ。たまにいる肉体派魔法使いか。プリキュアのラスボスでいそう。なんだこいつは、スタンド使いか。吉田沙織、いえ、純粋なパワーです。近距離パワー型やないかい。これスタンドに直接攻撃もできますね。そして時を彼女が投げた場合、こんな綺麗な遺体はね。いや、投げたら地球外に吹っ飛んで行方不明だよ。分子レベルで試算するから遺体なんか残らないぞ。新一、この後後ろから殴られるんかな。ごめん、無理。吉田沙織の名前を書いたらデスノートから返信が来た。まあ、そりゃ無理だよね。デスノートも勝てない霊長類の頂点。むしろ書いた本人死んじゃう説。デスノート拾った、どうしようかな。家に持ち帰る、やっぱり捨てる。とりあえず吉田沙織って書く。またかよ。まあ、だから無理だからね。名前書く練習でもしたんかな。いきなりボス。初戦からクリアできない。自称最弱の敵じゃん。バカな、5キロ離れているんだぞ。鼻息で吹き飛ばされる距離。余裕で気づいてるね。1秒かからず詰められる距離じゃねえか。ガッキーに言われると嬉しいが、吉田沙織に言われると怖いセリフ。
本気になってもいい？何でもするんで許してください。これ死刑宣告と告白だね。吉田沙織教信者のいる町、吉田沙織教のバスガイド、我が家も吉田沙織教信者。いや、町一つできとる。最後まで見てくれてありがとう。少しでもいいなと思ったらチャンネル登録よろしく。それじゃ次の動画でな。またな。